このグラフは、セシウムの大気中の濃度の変化の様子です。非常に揺らぎがあることがわかります。例えば、1988年の1年間の揺らぎの平均値を求めます。その1年間という期間を T 日間で分けていきます。1から N までの区間に分けられます。 年間平均に対して、各区間での平均にどれくらいのばらつきがあるかを求めます。それがこの式です。そして、この T で区切られた期間を、一日間、二日間、三日間と徐々に長くしていきます。T の値が大きくなればなるほど、年平均に対しての各区間でのばらつきは次第に小さくなっていきます。 T の値が1年間365日となったとき、ばらつきはゼロになります。これらのばらつきの小さくなり方をこの関数で表しています。これがハースト解析です。このハテナマークに入る値をハースト指数と呼んでいます。